だってエマちゃんに負けたんでしょ。ゴミじゃん。いや、だから俺、いや、見たけど、相当下手くそだよ。だって俺さ、初めて、トンバの親の時に、トンが重なってて、1打目からトンを切ったのは初めて見たわ。すいません。見てなかった、そこ。いや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 、見てなかったとかじゃなくて、はい。うん。ありえないですよ。最後なんかね、自分が東の時に、うん、東をポンしようとしたの。うん。で、大体揃ってたんだけど、なんかポンをしたら、うん、4ピンがポンされて、崩れちゃった。どういうこと？どういうこと？いや、でもね、ひどかった、マジで。赤木茂って知ってる？エマちゃん。赤木茂。赤木って知ってる？麻雀漫画、赤木って。ああ、なんかあるね。うん。エマちゃん、赤木に見えたもん。知らない、名前しか知らないけど。そう、赤木茂っていうね、すごい麻雀がね、運が強いやつがいいんだよ。うん、そう。で、エマちゃんの打ち方は赤木茂を見てるようだったね。すごかった。びっくりしたよ、あの打ち方は。うん、すごかった。いや、でも面白かったけどね、そういう打ち方だったから。いや、もうちょっと、よそにもうちょっと教えてもらってからの方がよかったね。うん、でも、自家手牌とかわかるでしょ？わかんないの？自家手牌とか。いや、見るの忘れてた。いやいや、画面はちゃんと見てるでしょ。見るの忘れてたっておかしいでしょ。見てるでしょ、ちゃんと。忘れてた、ルールを忘れてたよ、結構。あ、そうなんだ。あ、麻雀のルールをってこと？あ、そうなんだ。まあちょっとしかしたことないけど、ね、でも3位だったんだね。俺絶対4位だと思ったけど、あの打ち方だったら。いや、そう、なんか結構ね、運は来てたんだよ。あ、そうなんだ。私が運を崩してたけど、うん、でもリーコさん下手くそだってことだよね。いや、リーコちゃんうまかったけどね、ずっと練習してたからね。練習しても4位だったでしょ。あのエマちゃんのトンバで、親のさ、トンバでさ、ね、トンを切っていく麻雀に負けたってことでしょ、リーコさんは。相当下手くそだよ。あれに負けるんだったら、正直。うん、いや、リカちゃんうまかった。多分運が来なかったんじゃないか。うん、まあね、1回だけの試合だからね、確かに。うん、そこは。じゃあ3位になって、水際会議したの。あ、水着会議したんじゃなくて、競馬で、うん、水着で競馬配信をするか、うん。パチンコ配信するかっていう罰ゲームだった。あ、そうだった。うん、じゃあ、4位の人がなるの、それ。そう、4位の人が。4位の人はね。じゃあ、エマちゃんは済んだんだ、やらなくて。うん、やらなくて済んだ。そっか。よかったね。うん、あ、あれわかったの？なんかエナジードリンク。わかんない。どうやってやるの、エナジードリンク。配信キャラやとできないの、もしかしてエナジードリンク。いや、できる、できる。嘘、どうやってやるの？右上のさ、右上の自分のアイコンのところを押して、あるね、押すね、はい。で、配信アイテム履歴交換って押して、配信アイテム履歴交換、あ、これか、はい。そこにある。でもこれ押すと、配信が終了しますが、移動しますかってなる。なんで？違う、新しい別のタブ開かれない？あ、新しい別の、これ、もう一回こうやって外すの、これ。あ、新しいタブで自分の放送を見るってこと。開けるってこと。そう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 。で、これ、でも自分の放送は開けられなくない？新しいタブで見たら。いや違う。自分の放送は置いときながら違うタブでそこを開く。で、ふわっちを押して自分の放送見れないでしょ。自分の放送を置いといて。ん？だから置いといてるけど自分の放送ないけど。じゃ自分の放送は、まあ、別に置いとけばいい。いや置いといてるけど、だから今そのふわっち開けたけど自分の放送がないけど、やっぱ自分の放送してるからないんじゃない？どういうこと？出てこない。うん、自分の放送見れないよ。自分の放送してるから自分の放送見れないよね。だって一回切るしかないんだよ。配信画面で押せるんだって。いや、押せないよ。じゃあ見せようか、俺今。うん。うん、できるっしょ。できない、できない。放送終了しちゃう。アイコンだよ、アイコン自分。そう、アイコンそうだよ。じゃあ今見せるよ。うん。じゃあアイコン押しますよ。これ。ラグがあるから。で、これ配信交換履歴を押すじゃん。そうすると、ほら、配信が終了しますか、移動しますかと。ちょっと待ってね。うん、多分ラグがあるわね。押して、はい。じゃあそれをさ、うん、違うタブで開けない？違うタブで開いた。俺の放送がないんだよね、違うタブで開いても。じゃああれ、ん？右クリックみたいな。右クリックないですね、右クリックっていうのは。右クリックして、新規タブ、新しいタブで開くっていう。うん、そうそう、それ開いたよ。開いたけど、俺の放送がないんだよ。これ出てこないんだよ。こっちに。え、違う。そのさっきのアイコンの上で。ん？アイコンの上どこだ？アイコンの上どこ？アイコンの上、これで？今のでいい？今の。え、なに、アイコン、じゃあアイコンまで来たよ、アイコン、はい。待って、時差。アイコン押すじゃあ。アイコン押す。映んないな。アイコン押す、はい。で、これで。で、うん。されない。その配信、はい。アイコンの履歴交換の上で。うんだ、これで、これやると、あ、右、これ右クリック。右クリック。あ、これ、あ、これ右クリックだもんね。そしたら、新しいタブで開くって出てこない？で、これか、これか。あ、新しい、あ、あるね。新しいタブで開く。あるでしょ？じゃ、これ。それを押したら。うん、押した。エナジードリンク、交換そのページが出てくる。あ、ちょっとあった、エナジードリンク。あった。それを押したら。これでしょ？もう使われる。あ、これ使えるんだ。え、それで使った瞬間に30分カウントされるってこと？そうそう。そしたらもう配信画面に表示される。あ、そうなの。ありがとう。ちょ、やり方わかんなかった。え、なんでエマちゃんわかったの？こんなやり方。全くわかんなかったんだけど、エナジードリンクやるの。あ、でも、教えてもらったけどな、配信で、そこ押すんだよ。あ、そうなんだ。うん、誰か教えてくれたんだ。うん。あ、ありがとう、エマちゃん。うん、今からエナジードリンクすな。うん。いや、わかんない。どうしようか迷ってる。あ、わかんない。ああ。じゃあ、わかんない。明日1時間使うか、うん、今日と明日で30分でいくか迷ってる。どっちがいいと思うよ。でも30分がいいんじゃないの？でも明日土曜日だよ。だって明日1時間で土曜日のがやっぱさ、金持ってるリスナー多いじゃん。だから今日のがいいと思うよ、30分。ここでもう23時だけどくれるかな、みんな。エナジードリンク、これ30分やったらここでパンをくれると思う。エマちゃんはどうした？ 1 時間でやったの？それとも30分でやったね、私。あ、2日で分けて。うん、あ、そうなんだ。あ、迷うな。どうしようかな。なんか明日1時間でやろうかなとか思ったりするんだけど。ああ。30分がいいのかね。30分集中の方がいいじゃない？まあわかんないけど。あ、まあ、明日来れない人もいるってことか。まあ明日1時間より30分がいいか、じゃあ。の方がいいんじゃないかな。うん。じゃあ使うか。じゃあちょっと。うん、でもこれでアイテム上がんなかったら俺負けるからね、イベントも。いや、これは、だって最終日上がんなかったんでしょ、エマちゃん、あんまり。上がんなかった。でしょ？予想上がるよ。いや、上がんないよ。だって俺だって今、エナジードリンクで、うん、エナジードリンクがないと全然上がってないもん、俺。いつもより。まあでもエナジー待ちの人は確かに多いと思う。多いと思う、エナジー待ちの人。だってやっぱり倍出るからポイント全然変わるしね。じゃあこれちょっと30分じゃあ1回使ってみるか、じゃあここで。うん、分かった。エマちゃんありがとうね。はい、頑張ってね。好き？好き？いや、俺好きだよ、本当に。エマちゃんは？エマちゃんも好きだよ。好き。俺も好きだよ。うん、気をつけてね、お酒に。いや、お酒大丈夫だよ。でも血圧20下がったから、今日朝上がったら175。見てたじゃん、写真で。だって190だったじゃん。190が170になってたから、血圧ね。あと20下がったね、とりあえず。そうだね、あと20ぐらい下げたいね。うん、うん、じゃあ頑張ってね。ありがとう。エマちゃん放送するのこれから？まあもうちょっとしたら。もうちょっとしたらご飯作るの、うん、そうそう、うん、わかった。じゃあ俺終わったら見に行くね。はーい、はい、じゃあね。じゃあね。これエナジードリンクの使い方分かったよ。どんどん投げてくれんの？じゃあ信じるよ。いいのね。うん。じゃあツイッターでも告知して、このコメントもエナジードリンク、じゃあ23時30分でいい？使うの。あ、でもニャンニャンさん寝ちゃうのかな？